皆様こんにちは、本田川澄です。 ZRV をご制約いただき誠にありがとうございます。 ZRV の基本的な操作方法をご説明いたします。また何かご不明な点がございましたら、この動画を再度見返していただけると幸いでございます。それではよろしくお願いいたします。スマートキーには内蔵キーがついており、車のバッテリー上がりやスマートキーの電池切れの時に使用します。内蔵キーは側面のボタンを押しながら取り出すことができます。収納するときはカチッと音がするまで押し込みます。スマートキーのこちらのボタンを押すと施錠、こちらのボタンで解錠します。パワーテールゲートボタンを長押しするとパワーテールゲートの開け閉めができます。運転席、助手席のドアハンドルに手を差し込むだけで解錠ができ、施錠はドアハンドル上部のドアロックセンサーに触れます。後席ドアについているつまみを施錠の位置にしてドアを閉めると、車内からドアを開けられなくなります。小さなお子様が乗車される際などにご利用ください。続いてはセキュリティアラームです。セキュリティアラームは施錠してから約15秒後に赤い表示灯の点滅間隔が長くなります。長くなればセキュリティが作動し始めた印となります。この状態でスマートキーを使わずにドアを開けるとセキュリティが作動します。停止させるにはスマートキーの解錠ボタンを押すかエンジンを始動させます。エンジンはブレーキを踏みながらパワースイッチを1回押すとかかります。エンジン停止時はパワースイッチを1回押すと停止します。ブレーキを踏まずに1回押すとアクセサリーモードになり、エンジンを始動させずにオーディオ等のアクセサリー操作ができます。2回押すとオンモードになり、すべてのアクセサリーが使用可能になります。もう1回押すとオフになります。またスマートキーが電池切れや水没した際もエンジンをかけることができます。まず内蔵キーでドアロックを解除します。鍵穴はドアハンドルを引いた裏側にあります。スマートキーを持った状態でパワースイッチを1回押すとブザー音が鳴り、スイッチが点滅します。点滅状態でスマートキーの H マークをスイッチに接触させると点灯状態に変わり、点灯している間にブレーキを踏みながらパワースイッチを押すとエンジンがかかります。EHEV の場合はシフトポジションをスイッチで切り替えます。それぞれのシフトポジションスイッチを押すと切り替わります。パーキングブレーキをかける際はパーキングブレーキスイッチを引き上げます。パーキングブレーキを解除する際はブレーキペダルを踏みながらスイッチを押し下げます。こちらはオートマチックブレーキホールドスイッチです。停車中にブレーキペダルを踏み続けなくても自動的にブレーキを保持する機能です。ブレーキ保持中にアクセルペダルを踏むとブレーキが解除され発進します。10分以上ブレーキを保持した場合や運転席のシートベルトを外した場合等には自動的にブレーキ保持が解除されますのでご注意ください。エンジンをオフにしても運転席のシートベルトを着用し、再度エンジンをオンにすると前回と同じ設定で復帰します。こちらはドライブモードスイッチです。モードに応じた走行性能へ車両を制御します。運転操作への応答性を高めたスポーツモード、走行性と快適性のバランスを最適化したノーマルモード、省燃費運転をしやすくするイーコンモード、雪道での操作性を最大化したスノーモードに切り替わります。こちらはヒルディセンドコントロールスイッチです。エンジンブレーキだけでは十分に減速できない急な下り坂での走行中にブレーキを踏むことなく車速を一定に保つよう支援する機能です。20キロ以下で下り坂を走行中にヒルディセントコントロールスイッチを押します。
アクセル、ブレーキペダルから足を離すと作動します。オフにする際は再度ヒルディセントコントロールスイッチを押します。運転席のスイッチでは全ての窓の開閉操作ができます。パワーウィンドウ6ボタンをオンにすると運転席以外の窓は作動しなくなります。運転席、助手席のマスタードアロックスイッチでは全てのドアの施錠、解錠が行えます。こちらでドアミラーの角度調整が可能です。左右切り替えスイッチで調節するドアミラーを切り替えられ、調節しないときは真ん中に合わせていただくと封印をしてしまった際にミラーが動かないので安心です。このスイッチでドアミラーの格納ができます。ブラインドスポットインフォメーションは隣接する車線後方に他の車両が走行していることを点灯して知らせます。点灯している状態で検知方向にウインカーを操作すると点滅し、警告音でお知らせします。こちらのダイヤルでヘッドライトの照らす方向を下向きに調節します。こちらのパワーテールゲートボタンを長押しするとテールゲートが開閉します。こちらは横滑り抑制や ABS 機能を総合的に制御する VSA 機能のオン・オフスイッチです。常にオンになっておりますので切りたい時だけピッと音が鳴るまで長押ししていただくと切り替わります。VSA 機能をオフにしても再度エンジンをオンにすると自動的にオンになります。タイプ別装備のパワーシートはこちらのスイッチを上下に動かして座面の高さを調節、前後に動かしてシートの前後位置を調節が可能です。こちらのスイッチを前後に動かしてリクライニングの調節が可能です。シートの位置を2種類記憶させ自動で調節させることができます。まずエンジンがオンの状態で運転席シートを希望の位置に調節します。次に運転席ドアのセットスイッチを押し5秒以内にメモリースイッチ1または2をピッピッと音が鳴るまで押します。以降は会場に使用したスマートキーでドライバーを判別し、運転席ドアを開けるとドライバーに応じたメモリーボタンで記憶したシート位置に自動調節します。乗車中にシート位置を調節する場合はシフトポジションが P であることを確認し、呼び出したいシート位置のメモリーボタンを押すと自動的に記憶させた位置までシートが移動します。ハンドル位置はワイパーレバー下にある調節レバーを押し下げた状態でハンドルを上下前後に調整し、メーター等がきちんと見える位置でハンドルを持ったまま調節レバーを引き上げると固定されます。ウインカーはワンタッチターンシグナル機能付きで、軽く触れると3回だけウインカーが作動します。オートライトは基本的にオートの位置になっており、車外の明るさに応じて自動で点灯します。手動でのヘッドライト点灯はライトスイッチをマークの位置に回します。スモールとオフはライトスイッチをその位置に合わせて手を離すとライトスイッチは戻りますが切り替えることができます。ワイパー操作はワイパースイッチを1つ下げるとオート作動となり、ワイパーが1回作動しその後自動作動に切り替わり、フロントガラス上部にある雨滴検知センサーが検出した雨滴量に応じてワイパーの作動をします。雨滴検知センサーの感度調整はこちらのリングを回して調整が可能です。マルチビューカメラシステムはワイパーレバー先端にあるカメラスイッチを押すと車体前方の映像を表示できます。スイッチを押すと映像が切り替わります。ハンドル右側はホンダセンシングのスイッチとマルチインフォメーションディスプレイ右側のスイッチです。安全運転支援システムホンダセンシングの詳しい操作方法については別途動画でご説明しておりますので、動画概要欄よりご覧ください。こちらのライトセレクターホイールを回すとマルチインフォメーションディスプレイ右側に航続可能距離や燃費、車両状態などの表示切り替えができます。
ライトセレクターホイールを押し込んで決定します。ハンドル左側のスイッチはオーディオリモートコントロールスイッチとマルチインフォメーションディスプレイ左側のスイッチです。レフトセレクターホイールを回すとマルチインフォメーションディスプレイ左側の時計や各種音楽メディア等の情報表示が切り替わります。ハンドル下部のスイッチはステアリングヒーターです。寒い時期にハンドルを温めることができます。消費電力が大きいためエンジンが停止している時のご使用にご注意ください。減速セレクターはアクセルを離した時の減速の強さを手元で4段階に変更できます。右側のプラスセレクターを引くと減速の強さが弱くなります。左側のマイナスセレクターを引くと減速の強さが強くなります。エアコンは右側から内気外気切り替えスイッチ、オートスイッチ、運転席側温度調節ダイヤル、モードスイッチ、リアガラスの曇りを取るリアデフロスターオンオフスイッチ、送風オンオフスイッチ、風量調節ダイヤル、フロントガラスの曇りを取るデフロスターオンオフスイッチ、AC のオンオフスイッチ、シンクロモードオンオフスイッチ、助手席側温度調節ダイヤルです。シンクロモードはエアコンの設定操作を独立モードから連動モードに切り替えできます。オンにすると運転席側と助手席側の温度を連動させて設定することができます。独立モードへは再度シンクロモードスイッチを押すか、助手席側の温度調節ダイヤルを回すと切り替わります。タイプ別装備のシートヒーターは運転席・助手席を個別にオン・オフと3段階の温度調整が可能です。音楽再生スマートフォン接続用 USB ジャックはセンターコンソールの運転席側に1つございます。充電専用 USB ジャックはセンターコンソールの助手席側に1つ、後部座席側に2つございます。アクセサリーソケットはフロントコンソールと荷室右側面に1つずつございます。タイプ別装備のワイヤレス充電器はワイヤレス規格 C に適合した機器を充電エリアの上に置くことで充電できます。充電が開始されるとインジケーターがオレンジに変わります。電源スイッチを長押しするとオン・オフを切り替えることができます。オンの時はインジケーターがグリーンに点灯します。給油口は運転席のドアロックが解除されている状態で、フューエルリットの右端をカチッと音がするまで押すと開きます。パワーテールゲートはテールゲートハンドルを押すと自動で開きます。閉じる際はテールゲートインナーボタンを押すとテールゲートが閉まります。テールゲートの開閉中にテールゲートインナーボタンを押すと途中で止まります。再度テールゲートインナーボタンを押すと反対側に動きます。パワーテールゲートの開く範囲を設定することができます。設定するには希望する位置でテールゲートを止めます。テールゲートインナーボタンを長押しするとピーとなり、続いてピピッとブザーが鳴ると設定完了です。以降は設定した角度でテールゲートが開きます。また大きな荷物を下ろす際に便利な予約クローズ機能は、スマートキーを持った状態で予約クローズボタンを押し、30秒以内に車両から1メートル以上離れるとパワーテールゲートが自動で閉まります。両手が荷物で埋まっている時など、片足をリアバンパー中央の下へ入れて引くような動作を行うと、ハンズフリーでテールゲートを開閉することができます。閉める際も同じ動作を行うことでテールゲートを閉めることができます。ZR-V はスペアタイヤを搭載していないお車のため、代わりにパンク修理キットを搭載しております。パンク修理キットは荷室左側に収納されています。
ZR-V の操作方法はお分かりいただけましたでしょうか。この納車までもうしばらくお時間をいただきますが、お楽しみにお待ちください。また動画を見ても分からない点がございましたら、お気軽にスタッフまでお尋ねください。最後までご視聴いただきありがとうございました。